はい、アカシックサーチシンです。ファクトコーナーでございます。現世が先か、霊界が先か、ということでお送りいたします。サブタイトルとして、プラトンは死後、イデア論をどうジャッジしたのか、といった感じですね。まあちょっとそうですね。カントに関しても、カントですね。哲学者、カントの考え方もちょっと触れながらお話をしてみようかなと思います。あくまでも占いチャンネルです。ご容赦ください。ズバリ、現世が先か霊界が先かということで、おそらくどうでしょう。多くの占い師、霊能者系、オカルト業界の方々は、こちらが先、こちらが本来の世界で、ここはまあ仮の宿的な意味合いで取られている方がおそらく多いんじゃないかな。なので、霊界に帰っていくといった表現をされるんだと思います。さあ、プラトン、イデア論ですけども、まあ霊界とイコールではないんだけど、似たようなものと思ってもらって、で、まあ、ここではいいんじゃないかなと思います。詳しくは説明いたしませんけども、プラトンもそういう考えじゃないのかな。で、結構プラトンのイデア論が今のオカルト業界にかなり影響してるんじゃないかと私は見ています。じゃあ、プラトンは死んでから霊界と現世どちらが先かという、どう考えたのか、どうジャッジしたのかというところをサーチ。2000年以上前の方ですから、輪廻を繰り返して、もう原型はないわけですけれども、まあ、プラトンが亡くなられてから、霊界に入り、どうジャッジして、イデア論を変更させたかといったところですよね。で、プラトンは、ズバリ霊界に入ってから、現世と霊界では、現世が先で霊界が後という、まあ、ジャッジに、まあ、変更したというかですね。ね、上の階層に完璧なものがあって、それが投射された姿が現代の我々の世界的な説明だったと思うんですけども、こちらが先でどんどんこちらが形成されていったという考え。私はそっちなんですよね。アカシックレコード、私のサーチ、アカシック、ワタシックサーチでも、そのように出ております。はい、こちらありきのこちらじゃなくて、底辺から形成されていくということで、こちらが先でこちらが後ですね。まあ、カントはここだけ見ればいい。まあ、人間の五感で知覚ですね。知覚できる範囲のことだけやってればいい。ここはどうせわかんないんだから、考える必要はない。考えるんじゃないという、まあ、現代の科学的な思考のベースを作ったんじゃないかなとは思うんですけども、カント自身も死後霊界に入ってから、ここは知覚できないのだから、考えること自体が必要ないという考えを改めてますね。はい、ここを知覚しようとする姿勢ですとか、ここを考察する思考というものが、実は重要であるということを、彼は霊界に入ってから実感していくと、アカシックレコードサーチでは反応が出ております。この現世と霊界という関係をですね、表現をちょっと変えて言えば、まあ我々現代のですね、クラウドコンピューティングって言いますか、クラウドサービスって言いますか、そういう感じですね。我々の世界があって、コンピューターがあっての、まあクラウドという順番。クラウドがあって、我々の現世ができているわけじゃなくて、我々の、まあ、生物に、この階層そのものは物理的なものでして、宇宙が膨張を重ねるごとに、階層は作られていく。まあ、おおよそ5億年サイクルで階層は上がっていくと見てるんですけども、形はできて、そこに意識体が入っていく。まあ、クラウドのコンピューターが入るという感じですね。そんな感じで、我々の記憶神経、現世の記憶神経というものが、
ある一定以上、まあ、厳密に言うと記憶神経ができた時点で、その記憶というものは、クラウド上で管理しないと到底管理不能ということになる。ちょっとわかりましたかね。実は我々の脳というのはクラウド上、こういう階層形式になったクラウド状になっていて、我々の階層の上の上の上、この辺ぐらいまでのところとつながっているという感じのクラウド状になっていて、そうしないと記憶神経を発達させられないし、まあ記憶そのものができない。実は我々の記憶というのはクラウド上で、まあネット上のクラウドにあるという感じとほぼ同じ。まあそれが霊界というか階層ですね。霊界はね、この辺にあるんですけどね。で、我々の神経のクラウドの一番高いところがあって、ここは全然頂点でも何でもないです。まあ、もちろん地球人の話ですけども、この辺にあって、まだまだ上は階層いっぱいあるんですけど、この辺にあって一番最上に来るのが、まあ、よく言われている、まあ、荒屋敷と言ってもいいですし、ハイヤーセルフと言ってもいい。我々の記憶のクラウド上の仕組みという形でハイヤーセルフが存在していると。こちらが先にありきの記憶神経を持った生物が誕生したことによって、クラウド上の状態が必要になってきたということですね。で、レベルの高い宇宙人は我々のハイヤーセルフよりももっと高い段階にハイヤーセルフを持った状態で現世を生きているといった生物も宇宙にはいっぱいいるという感じでございますね。なんとなくわかりますでしょうかね。はい。関東さんはちょっと、ミスったなと思ってるみたいですね。霊界のことというのはがっつり、考察していくべきであるという考えに死後変わられたようですね。で、プラトンさん、イデア論、大筋ではこの形状というものは、理解というかキャッチできていた、知覚できていたわけなんですけども、構成する、これが作られる経緯が逆だったというのをプラトンは霊界に入って、まあ、死後理解するということになっていかれたようでございますね。はい。まあ、あくまでも私の占いですから、話半分、まあ、話半分の半分、25%ぐらいで聞いてもらってもいいんですけども、こういうサーチ結果が出ましたという感じですね。はい、それではまた次の動画で。